がエースが発足してからの第1号の共同研究記念日ということになります。3大学が一緒になるということが3年前に決まりまして、まあ、どういったことができるかということをさまざまやってきました、議論してきました。まあ、その中で IT を利用してですね、新規事業を立ち上げるというような新規軸になりますので、頑張っていきたいと考えております。新規事業を立ち上げるべくですね、しっかりと今回の研究の中で、まあ、一つの方策を見出すことができればと。では仮想空間内を現実空間から立体的に視聴する方法ということで行っている研究のまだ基礎的 XR は現実世界と仮想世界を融合することで現実にはないものを近くできる技術の総称となっています。助っ人として生体脈搏研究室の大学院1年生ヘッドモンディスプレイ、スマートグラス、モーションキャプチャーシステム、まあ、そんないろんなものがありまして、これでどう若者たちが遊んでるかお見せしましょうと。これ単体で動きます。マイクが実装されているので、ノンキラスだとライトセーバーのような剣に見立てて、この四角のアイコンどれでしたっけ、従業員とか、客、出資者にとって、ね、魅力がある可能性があるんだとか、なんかそういう、こう、例えば学生さんなんかにも、ちょっと普段と違う仕組みがあったらいいな。全く経験のない、ビジネスの経験のないゼロベースの学生を相手に、起業をするような、起業してもらえるような、そういう教育をこうしていかないといけない。まあ、多分介護同様にですね、他の企業また他の業界等もですね、さまざまな課題を抱えていると思いますし、また北海道独自のですね、課題も多分たくさんあると思いますので、そういった課題解決の一つの一助になるような取り組みにですね、発展できるような一歩につながればなというふうに思っております。もし自分でビジネスだったら自分でやらないといけないわけですけど、今回その人は多分こうなってます。健康経営なんだという言葉も出てきてますが、進行してしまっているところ、あなた輝くテレビ、ロートテレビ、私でも今の問題になっている。